プロ野球黎明期に創設され、伝統ある読売ジャイアンツ、阪神タイガースに次いで3番目に歴史がある球団が中日ドラゴンズです。現在、愛知県名古屋市にあるバンテリンドーム名古屋を本拠地として戦っている中日ですが、近年は全く成績が振るわないどころか、様々な闇や身売りの話まで出てきてしまっています。そこで今回は、低迷が続いてしまっている中日が抱える闇や、球団の経営難から来る身売り問題について紹介します。谷繁解任から見え始めた中日の闇。まずここ20年のプロ野球を振り返ってみると、中日は2004年からチームを率いた名将落合博満の下で2011年まで4度のリーグ優勝を達成。間違いなくセリーグの中で巨人と並ぶ常勝軍団として肩を並べていました。しかしながら落合が退任後の2012年から今シーズンまでは優勝争いどころか A クラスに入ったのが2回のみと、完全にチームが暗黒時代に陥ってしまっています。今シーズンに関して言えば、新たに中日のレジェンドである立浪和義が就任しましたが、貧打に苦しみ2016年以来となる最下位に沈んでしまいました。そんな中日はチームが弱くなっていくと同時に、グラウンド外の部分で球団の闇が浮き彫りになるような話題が多く上がるようになっていました。どういった問題があったのかを見ていく中で、まず挙げられるのが谷繁元信監督の退任劇です。中日は2013年オフに落合の後を継いだ高木守道が監督の座を退任すると発表していました。そしてその後任探しとして白羽の矢が立ったのが、2013年終了後もまだ現役だった谷繁でした。実はこの時の中日の白井文吾オーナーは、落合に GM として球団に復帰してもらうことを要請し、落合も承諾すると、両者の間で谷繁を選手兼任監督として据えることが決定したのです。こうして選手兼任監督となった谷繁でしたが、現役は2015年いっぱいで引退し、2016年からは正式に監督専任となっていました。しかし実際に谷繁政権において実権を握っていたのは落合 GM だったようで、ドラフト、トレードや FA などを含めた戦力の補強では谷繁の希望が聞き入れられずに、落合 GM の意向が全面的に反映されていたといいます。それだけではなく、白井オーナーが喜ぶような経費のカットを目指した落合は、新戦力をほとんど獲得することなく、谷繁は限られた戦力で戦わざるを得なかったのです。こうした厳しい状況の中で、谷繁は監督専任となった2016年7月以降に9カード連続での負け越しという不名誉な成績を残し、最下位へと沈んでしまいました。すると2016年8月9日、中日は公式に谷繁の休養を発表。しかしこれは休養と都合のいい言葉を使っていますが、事実上の解任であり、谷繁は発表があった日の朝に球団から呼び出され、突然休養を求められたため、会見では寝耳に水だったと語っています。さらに後任には落合と親交の深い当時ヘッドコーチを務めていた森重和が暫定監督となっていたことからも、落合が谷繁を解任させた黒幕だったのではないかとされました。選手を冷遇するフロントの闇。谷繁の解任から3年後、2019年のオフにも中日はフロントの問題行動により、その闇が浮き彫りになったことがありました。2019年のシーズン終了後、契約更改の場で中日の中継ぎを支えていた祖父江大輔が契約を保留したことが伝えられます。そこで問題となったのが祖父江の契約内容でした。祖父江は2014年に中日に入団して以来、ルーキーイヤーから6年連続で30試合以上登板している便利屋リリーフとしてチームに貢献しながら、2019年の推定年俸は2900万円と、まずこの時点で少ないものでした。そして2019年も祖父江は44試合登板で3勝4敗、
防御率 3.11 と前年より若干登板数を落としていたものの、他球団であれば間違いなく2900万円以上の年俸がもらえる成績を残していたのです。しかし中日はあろうことか契約更改の場で祖父江に年俸ダウンの提示をしたと報道され、祖父江もさすがにハンコを押すことなく保留として交渉後の会見を拒否し、球団広報からの1回目の交渉で自分の中でも気持ちの整理ができなかった、一度持ち帰って気持ちの整理をしようと保留させていただきましたというコメントを出すにとどまっていました。そんな中で問題となる行動を起こしてしまったのが加藤博之球団代表でした。契約更改を終えた後、加藤は記者団の取材に応じると、祖父江が契約を保留したことについて考え方に差があったと語ると、彼はここ3年ぐらいの継続的な登板数を評価してほしいということと、祖父江自身が語らなかった要求を報道陣にベラベラと明かしてしまいます。そして球団として、評価はするが反映ポイントにない、継続的な登板数を評価してほしいなら早く FA を取ってくださいというのがこちらの主張、球団として考え方を変えるつもりはないというように、金額はもちろんのこと、選手に対して全くリスペクトが感じられない言動を繰り返していました。このような不可解な契約更改には、海の向こうで活躍するダルビッシュ有も、去年の現状維持もやばいけど今年のダウンもかなりやばい、推定やから細かくは分からんけど6年263試合防御率 3.08 で2900万って評価基準を知りたいと、あまりに衝撃的な内容に驚いたようなツイートをして話題となっていました。さらにネット上の中日ファンからは、この成績で年俸ダウンって球団は何を考えているんだ、査定がおかしい、渋いとか厳しいとかのレベルじゃない、フロントがこんな態度だからいつまで経っても B クラスなんだよ、球団トップとは思えないような最低の発言、冷遇に文句あるなら FA で出ていけってことか、ふざけるのもいい加減にしろ、というように加藤代表へ向けた不満の声が多く上がっていたのです。結果的にこの騒動は2回目の交渉で祖父江が100万円ダウンの3500万円でサインし、2019年の推定年俸が2900万円ではなかったことが明らかになりましたが、どちらにしてもダウン提示はおかしいのではないかという声が上がる結果となりました。身売りを迫られる中日新聞。このようにこれまで様々な事件が起こってしまっている中日ですが、多少のごたごたもチームが勝利すればファンというものはある程度許してくれるものです。しかし現在の中日は親会社である中日新聞社からの援護が全く受けられていないため、戦力補強が限られてしまい、どうしても他球団に遅れを取ってしまっています。特に影響が顕著に出てしまっているのが、プロ野球における補強の中で最も重要ともいえる外国人選手の補強でしょう。中日はここ数年外国人選手の補強を満足に行っておらず、他球団が年俸2億、3億といった高年俸で外国人選手を補強しています。そんな中で中日が最近最も高い年俸で外国人選手を獲得したのは、2017年にアレックス・ゲレーロ選手を1億5000万円で獲得した時のことでした。確かに高年俸の選手だからといって活躍する保証があるわけではなく、現在中日で活躍するジャリエル・ロドリゲスやライデル・マルティネスは育成で獲得して育て上げてきました。それでもこの2人は投手であり、中日の課題として最も指摘される打線の補強には即戦力の外国人選手が欲しいところでした。そんなタイミングで2022年から監督に就任した立浪には、ご祝儀として大型補強が贈られるはずでした。実際に中日のオーナーを務めている大島宇一郎は立浪の就任にあたり、物には限界があるができるだけのことはしてあげないといけないというように、そこまでのお金は出せないかもしれないが、ある程度の補強は約束するかのような言葉を残していました。
しかし結果的に2022年のシーズンに向けて中日のフロントは外国人野手を一人も獲得することなくシーズンを迎えたのです。その結果打線は予想通り沈黙し、シーズン途中に補強に動いたと思えばキューバからペドロ・レビーラを格安で育成選手として獲得したのみでした。このようにチームの強化に全く動いていかないフロントは補強以外の部分でも問題点を見せています。その問題点として挙げられるのがホームランテラスの導入についてです。中日にホームラン数が少ない原因として、もちろんホームランバッターがいないこともありますが、バンテリンドームが広すぎることも原因としてあります。実際にバンテリンドームは両翼100メートル、中堅122メートルで、外野フェンスの高さが 4.8 メートルと12球団の本拠地の中で最もホームランが出づらい球場と言われています。そんな中でソフトバンクが採用したようなホームランテラスを導入するべきだという声が多く上がっていて、シーズン中には立浪監督からもぜひ導入していただきたいなと思います、投手は育つんですけどね、打者は育ってこないですし、ここが狭くなってしまって最初はもちろんやられることが多いと思うんですけど、そこで本当に抑えることができれば神宮、東京ドーム、どこに行っても変わらぬピッチングができると思う、個人的には希望していますと、打者の成長だけでなく投手にとってもいい影響が出るのではないかと指摘して、ホームランテラスの導入を望んでいました。しかし球団側は将来的にホームランテラスの導入は検討しているが現状予定はしていないというように語っていました。もちろん設置費用は莫大な金額がかかる部分があるため渋ってしまうのも仕方ないのかもしれませんが、本当にチームの強化を目指しているのであれば投資をするはずです。こうしたフロント親会社のやる気のない動きについて、中日の番記者を務める人物は現状について語っています。親会社の意向もあり、近年は運営費が大幅に削られています。ドラフトでも即戦力より地元志向、これでは上位争いをするチームを作るのは不可能です。さすがに現有戦力では誰が監督をしても A クラスは厳しいと言わざるを得ません。チーム内でも立浪監督がかわいそうだ、中日新聞は球団運営のやる気があるのかという声すら上がっていますと、親会社の中日新聞の意向が消極的な補強につながっていると語っていました。さらに2021年7月、コロナワクチン接種後にトレーニング中に倒れ、その1ヶ月後に亡くなってしまった木下裕介について、球団側は遺族に500万円の懲役金を提示して全てを納めようとしていました。しかし2022年の7月に出た週刊誌の報道によると、球団の選手が結んでいる統一契約に基づくと、試合や練習中などの稼働中による死亡事故が起きた場合、球団は5000万円の保証金を選手の相続人に支払う義務があったといいます。そのため木下が亡くなってしまった原因に少しでも練習が影響したものと認められれば、500万円ではなく5000万円の保証金が支払われるはずでした。しかしながら球団側は保証金の規定を家族に通知しておらず、遺族が保証金の存在を知っても球団は練習と心肺停止との因果関係が証明できないと保証金の支払いを拒んでいるという衝撃的な報道が出ていました。こうしたあまりにもケチすぎる中日の動きについても、先ほどの番記者は、信じられないような話かもしれませんが、それほど今のドラゴンズにはお金がないのです。年俸交渉の渋さ、外国人補強、設備投資、そして遺族対応、すべては球団の経営状況の悪化が根底にあります。度重なる不祥事において、臭いものに蓋の精神で説明しない球団の体質、計画性のなさが表面化してしまった形です。と、球団の経営悪化、そして何も変わらない体制が現在のような状況に陥ってしまった原因だと批判しています。しかし中日新聞社は2020年の発行部数を見る限り、読売新聞、朝日新聞に次ぐ3位の発行部数を記録しており、
2019年2月には中日ビルの建て替えを発表するなど、野球以外の部分ではしっかり投資をしているのです。こうした動きにより中日のファンからは中日新聞社に身売りを求める声が多く寄せられています。もし中日新聞社が身売りを決断すれば、次の親会社として候補に挙げられているのは愛知県に本社がある世界を代表する自動車メーカーのトヨタ、さらにはバンテリンドームの命名権を取得した興和などが候補に挙がっています。しかしながら中日新聞社としてはドラゴンズを手放す気があるのかは不透明であり、もしかすると今後も数年にわたり金銭的な援護を受けることができず、暗黒時代が続いてしまう可能性も十分に考えられます。そうならないためにも中日新聞社には身売りをするのかお金を出すのかしっかりと決断してほしいところですね。あなたは今回紹介した中日の闇、身売り問題についてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で教えてください。